こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。鬼蜘蛛がいましたね。でかいですね。これやっぱり夜に網張る蜘蛛なんで、昼間は隙間とかに隠れてんですよね、基本的に。だから今ようやくこう網に出てきた。大物だね。昼間隙間とかに隠れてるんだったら、朝とかに怒ってるの。巣はどうすんの？いや、畳むことも多いな。畳まない日もあったりする、見てると。ただ割とちゃんと畳んでるよね。そういう雲ですね。でかい。大型でかいんで、この類はもうセミなんかも取って食べますね。いや、こういう大型の雲がいるってことは、そういう餌の昆虫も豊富にいないと暮らせないんで。なるほど。そういう雲ですね。でこれはね、ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと。うわ、来てもらおうか。あ、落ちた。どこ行った？どこ行った？ここですね。すごい攻撃性が。うわ。ここの触るのは絶対やめた方がいい。はい、鬼雲に関しては。すごい噛む力が強いんですね。って言いながら触るんです、ね。今回はね。はい、今回はね。観察用に。観察用に。それは。ただ皆さん絶対触んない方がいいと思う。うん、というのもこの牙です。見てわかる？うわー、その黒い。うわー。えぐいっしょ？えぐ。で、これに噛まれるとなかなか離さないよ。危ね。危ね、危ね、危ね。ので、はい、絶対に、触んない方がいい雲だと。そうですね。浅野さんですら危なそうです、ね。以前噛まれたことあったでしょ、ね。なんか血出してたよね。うん。だからこれは触んない方がいい。うん、絶対真似するなっていうことでね、はい、今見せてます。これ、ほら、すぐ、ちょっと油断するともう、こう、体を返してですね、はい、噛みに来ます。手が痛い。ほら、うわ、すごい歯でしょ。おお、噛んでくる。で、これね、マジで噛まれると離しませんよ。うわ、なかなか離さない。すごという雲なので、ぜひ注意してもらいたいなと、はい。まあ、見るだけなら大きくてね、うん、かっこいい雲なの で、 で基本的には優しい雲なんですよ、うん。こうやってちょっかい出さない限りは。身に危険が感じたりするとやっぱ噛みますよね。うん、野良ね。うん、嫌がってるね。あ、乗った。巣に戻してあげるの。あれ、体に乗っちゃったね。うん、よいしょ。こういう雲ですね。おお、スパイダー。え、そうだね。何、無駄に紐一頭出して遊んでんの。かっこいいですね。やっぱ俺こういう雲好きだな。おお、かっこいいでしょ。眩しい。まあまあ悪いことしたらちょっと巣のあたりに。そうね。下がってたよ結局。ここにじゃあこうつけて。くっついた。あ、くっつかねー。あれ、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 もう、むしろ、いいんじゃない？ダメだった。もう、ここまでいっぱい糸出すより、もう下で、そっとしといてやったら？そうだな。うん。この辺に置いてあげよう。うん、勝手に登ってって、まあ、あくまで観察でね、うん、触ったということで、そうですね、皆さんは真似しないでください。基本触らない。まあ、鬼蜘蛛でしたということですね。はい。はい、まあ、夜に来ると見れますよ、割と。割と巣も綺麗ですね、キラキラと。綺麗でっかい。あとこれ、うん、実はもう一種類いるんだけど。え、そうなの？うん。あ、その点みたいに光ってる。あ、また落ちた。これ。おー、出た。白金居候雲。違うけ。そうそう、白金居候雲ですね。居候してますね。こういう大型の雲の巣にいて、取れた獲物なんかを分けてもらっていると。いう雲ですね。綺麗よね。なんかね、お菓子に乗ってそうだよね。うん、言いたいことは分かった。ということで、はい、以上です。はい。はい。